庭の東に植えてある柿の木は、引っ越してきてすぐに苗木を植えてから30年近く経っていますが、日当たりが悪いこともあって、成長が悪いし仕事も忙しくて放置していましたが、隠居生活になる近年になって収穫するようになりましたが、年に4から5個ぐ以来しか収穫できていませんでした。一昨年は何十個も実をつけましたが、落下がひどくて結局は4個ほどしか収穫できなくて、去年も何十個も実はつきましたが、落下しないように摘果してみましたが、それでも落下が続いて4個ほどしか収穫できませんでした。そこで今年もたくさんの実がついた柿を落下前に収穫してしまおうと、まだ暑い時期の9月18日から青い状態の柿を収穫し始めています。9月18日から始めた青い柿の収穫はどんな味なんだろうと、すぐに剥いて食べてみたら、甘柿ですが甘さ少なめでも十分に食べられる味でした。そこで少しずつ食べては収穫をし続けて、1回で15個から20個ほど収穫して、すでに4から5回ぐらい収穫していますので、100個近い収穫ができています。甘さ控えめなので最初はサラダに入れていましたが、ネットで調べたら柿は加熱すると栄養が増すそうなので、その後はピザトーストにしたり炒めたりもしています。加熱した時の味はさつまいものような感じですね。我が家の庭は南側に民家があって日当たりが悪く、庭を囲むように1メーター50センチほどの塀で囲われているので、強風で柿が落下しないようにということと、収穫しやすいようにと思って身長より低い高さになるように剪定していますから、ご覧のようにかがんだ姿勢で収穫しています。春先には垂直に生えてきた新芽を摘んで酢漬けにしたり、摘んだ新芽の若葉を電子レンジを使って乾燥させてから粉末にして自家製のパンに入れてみたりしています。今回の収穫で今季は最後にしようと思っていましたが、収穫し始めたらまだ少し青っぽい柿が数個あったので残しました。一度にたくさん収穫しても食べきれないですからね。様子を見てから収穫したいと思います。今日の収穫は30個収穫しました。収穫した柿は1週間ほどは持ちますが、それでも食べきれませんので、ある程度の数は皮を剥いてカットしてから真空パックして冷凍保存していますが、冷凍庫がいっぱいになっているので冷凍庫の中を整理して収納しようと思います。